全部がクソだマジでクソだクソまみれのクソだ時と共に暴かれていくクソがついた嘘が言いたいことを我慢してることに俺は飽きた家に帰り生解けママのクサいバーンナーな売,れなええ売れたい気持ちは確かにあるけど心が病んでこんなつまらん思いしてまで売れなくてもええわ あい音楽したいのかビジネスがしたいのかわからんやつ増えてきた偽りの顔で近寄るジョーカー権力と金と恩だ快楽とクッションロールアップ勘違い知ってる坊ちゃん悪い冗談ギャラド坊ちゃん自分の周りにはいないですけどまあ肌から見ててなんかそういうなんかようわからんなっていう人とかはいますよね。例えばそそのの自分まあそのミュージシャンとかじゃなくて こ,うなこの広告出てくれたらいくらあげますとか何かこう自分もなんかこうメジャー一回デビューしようとしたんですけどそのメジャーでは結構最初はもうそのまんまのリリークでいいかとか言ってたんですけどだん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 リリーク変えられなんかいろんなこと制限されみたいなでも最終的にほったらかしにされてでその今メジャーってやっぱその。 メジャーでやる人少ないから担当者1人に対して8人とかぐらい抱えてるらしいんですよね。そうなったらじゃあどうなるかっていうと一番数字持ってるやつを優遇するんですよ。で一番数字ないやつはほったらかしにされるんですよ。で俺それでほったらかしにされて <laughs> 一回ぶち切れたことあってででもそういうのとこから多分出てきた言葉だと思いますね。はい、2年間ぐらいそのメジャーで制作しててアルバム何も出せずにずーっとひたすら曲作って。 送ってもアンサー返ってくるの1か月後はみたいなとかふざけてたんで <laughs> そうもうメジャークソだなと思って俺はそこででもこんなのできないっしょみたいなでこんなん別売れたいけど売れたい気持ちは確かにあるけど心が病んでこんなつまらん思いしてまで売れなくてもええわあったら俺もうインディーズでね ガンじゃガンじゃとか言いながら <laughs> やった方がええわっていう。<laughs> <laughs> そうっすね。はい。もう全然覚えてますよ。あとうはそう。ああもうなんか自由ですね。はい。何歌ってもいいし、あの自分のタイミングで戻らせるし、なし別にメジャー行かなくてもね、いろんな道はあるし、ね。うん。 いやまあ特にさっきの話じゃないですけどもレゲエイコールもうラバダブとかも,もう現場の叩き上げなんですよレゲエってめちゃくちゃちっちゃいジャンルのくせにめちゃくちゃ厳しくて <laughs> でやっぱその中でこう音源だけヒットしたところで別に認められない世界だしやっぱ現場の山ささもすごい重視されるんですよ。 でもジャマイカがそういう国だからかわかんないですけどでやっぱこう現場叩き上げで来てるんで,でそれでいろんなジャンルのイベントとか出ててこれでいいんだっていういいなあと思う人はいっぱいいますよね正直ねうん俺もそんな,なんかそんな簡単なライブやりてえなあみたいな <laughs> こんなわざわざ汗かいて「できたかできたかできたか」言わなくても TV トラックでも「スリー!」 トゥースリー・ツー・ワンでい,いけるわけじゃないですか。いいなあもう水まいていいなあと思って俺もそれやりてえと思う,もう俺なんかもう絶対盛り上げなきゃもうあいつは今日フラップしたからみたいな世界から来てるんで <laughs> いいなあっていうのが、うん、いやそれは悪いとか否定するわけじゃなくていいなっって思って思ます、はい、仲間に入れてくれって思ってます。<laughs> <laughs>